10月23日木曜日、医療医薬品の製造・販売を行うアステラス製薬株式会社のフライングスター基金から、山里重度障害者生活支援センターあじさいの家に車椅子送迎車が寄贈されることになり、その贈呈式が開かれました。アステラス製薬では社会貢献活動の一環で社員の寄付を中心としたフライングスター基金を通して全国の社会福祉法人や自立支援施設などへ車椅子送迎車を送っています。贈呈式ではアステラス製薬総務部長の須田武さんから、少しでも皆さんの役に立ててもらえれば社員全員の喜びになりますと挨拶があり、その後目録と車椅子送迎車のゴールデンキーが利用者の代表に手渡されました。またあじさいの家では感謝の気持ちとしてくす玉を割り、今回の寄贈を全員で祝福したほか、手作りのお菓子をアステラス製薬の関係者にプレゼントしました。現在いなべ市をはじめ周辺地域から23人が通うあじさいの家、利用者の中には送迎車を使って通う人が多い上、ここ数年地域の保育所などで人形劇を披露していることもあり、とてもありがたいということです。今回贈られた車は車椅子を乗せやすいように車高を低くすることができ、2台の車椅子を乗せることができます。あじさいの家の関係者は、送迎以外にも地域のイベントなどに参加する際にも活用し、大切に使っていきたいと話していました。